ひどいもんだなこいつ。調査ですか。調査？いや別に。何か調査が始まってるんですか。いや調査でなければ構わないんですがね。昆虫採集ですよ僕は。ん？何だって？虫。虫を集めてるのさ。こういう砂地にいる虫を集めるのが僕の専門でね。じゃあ本当に県庁の人じゃないんですね。県庁？とんでもない。僕は学校の教師ですよ。ん？先生してなさるんですかね。そうですか。
確かめ合うためのあらゆる種類の証明書、契約書、免許証、身分証明書、使用許可証、権利書、認可証、登録書、携帯許可証、組合員証、表彰状、手形、借用証、一時許可証、承諾書、収入証明書、保管証、さては決闘書に至るまで。果たして証明書はこれでしまいなんだろうか。まだ何か証明し忘れているのであるまいか。男も女も相手がわざと手を抜いているのではないかと暗い猜疑の虜になる。潔白を示すために無理して新しい注文を思いつく。どこに最後の一枚があるのか誰にもわからない。証文は結局無限にやるらしいのだ。お前は俺が理屈っぽすぎると言って非難した。しかし理屈っぽいのは俺ではなくてこの事実なんだ。先生。いや、これからどうなさるね。どうするって、明日また出直してくるつもりですがね。でも上りのバスはもうしまいだが。なるほど。しかしどっか泊まるところぐらいあるでしょう。泊まるってこの部落にかね。いや、ここじゃなくても国道の辺まで出れば。歩いてですか。別に急いでるわけでもないから。そんなことまでせんでも、先生さえよければ口を利くぐらいの世話してあげるで。ご覧の通りの貧乏村だが、先生さえ構わなければな。そうですか。そいつありがたいな。ぜひお願いしたいな。その方が明日楽だし、それに僕はこういうところの民家なんかへ泊めてもらうのが大好きでね。お願いします。気ぃつけてくださいよ、両方とも深い穴ぼこだで。ええ。おい、おい、ばあさんよ。何をしてるで、お客さんだぞ。その俵の脇にはしごがあるから。ああ、いいんですか。なに、気兼ねのいらねえうちだで。あ、じゃあ。縄ばしごですね。ああ、偏僻な田舎だで、珍しいでしょ。確かにこれはちょっとした冒険だな。ロップから体離さないようにな。なあ、しっかり掴んで。え、上向いて砂かぶらねえようにな。はい。
よろしく一つ。すぐにご飯にしますから。そうね。しかしできればその前に一風呂浴びたい気持ちだな。でも。いや、なければいいんですよ。悪いけど明後日まで辛抱してくださいな。明後日？そうはいかないな。往復入れて3日の休みしか取ってないんだ。すみません。ランプ一つしかないの？いいんですよ、こっちも時期ですから。不便だな、やはり電気がないと。どうぞ。あ、どうも。アサリ2個大か、こいつさえいいや。なんといっても土地のものが一番のごちそうだからな。何なのこれ？はい、砂が降ってきますから。どうして？屋根が壊れてるのかな。いいえ、吹き立ての真っさらの屋根だって同じことですよ。どうして？本当に菊絵虫よりも立ちの悪い。クイムシ。ええ、ほら木に穴開ける。ああ、シロアリのことか。いいえ、これくらいの皮の硬い。じゃあノコギリカミキリかな。ノコギリ。うん、赤っぽいひげの長いやつでしょ。いいえ、カラカの色した米粒みたいなやつですよ。するとやっぱりキクイムシかな。ほったらかしとくとこれくらいもある針だってブヨブヨに腐らしてしまうんですからね。キクイムシなんかい？いいえ、砂ですよ。砂がどうして？やっぱり湿気を呼ぶんでしょうかね。まさか。砂ってのはもともと乾燥したものなんですよ。でも実際に腐りますから。冗談言っちゃいけない。常識で考えてごらんなさいよ。砂漠ってのは乾燥してるから砂漠なんですよ。そんなジメジメした砂漠なんてまだ聞いたこともない。そうでしょ。あ、すいません、お茶をくださいませ。腐るんですよ。砂がついたままほったらかしといたら、買いたての下駄が半月も持たずに腐ってしまったって。そ
なんだバカなこと。材木も腐るけど一緒に砂も腐るんですね。うずまったうちの天井板剥がしてみたら中からキュウリでも出てきそうなよく超えた土地が出てきたって言いますから。まあどうでもいいですけどね。帰る。いやもう結構。どうもごちそうさまでした。ああこりゃひどい。風の強い日なんか本当に一晩で一尺も二尺も詰まってしまうんですから。ジメジメしちゃって。他の人たちは？え？家族の人たち？いいえ、私一人なんですよ。去年のお風邪の時に主人も娘も砂に飲まれちゃって。飲まれたって？本当に砂がこうこう。みたいに流れ出しましてね。それ鳥小屋が危ないって言うんで出てったっきり。うずまったわけ？ひどい風だったから。そりゃひどい、そりゃひどいな。砂ですよ。ご研究ですか？そうそう、こういう虫をこの辺で見かけないかな。ハンミョウっていう虫なんだけどね。あ、これこれ。こいつの仲間を捕まえるのは今度の旅行の目的でね。割と変わり型の一種類で、うまく新種を見つけると昆虫大図鑑に名前を載っけてもらえるかもしれない。まあ、虫の尻尾にでもしがみつくしか能のない男だからね。やっぱり誰かいるんじゃない。うまいこと言って。だって今助っ人のなんとかって言ってたじゃないの。ああ、あれお客さんのことですよ。僕がどうして。いいんですよ、気にしなくたって。何か勘違いしちゃったのかな。お客さん、まだランプ使いますか。そりゃあるに越したことはないけどね。いいんですよ、どうせ慣れた仕事だから。汚いな。
ダメよ。手伝おうか。いいんですよ、最初の日からじゃ悪いから。最初の日？またそんなこと言ってる。僕が泊まるのは今晩だけだよ。砂かきはいつもこんな時間にやるの？ええ、夜の方が砂が湿ってて仕事がやりやすいんですね。はいよ。よいしょ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 。あの連中もうちの部落じゃ愛嬌精神が行き届いてますから。え、何精神だって？郷土を愛する精神ですよ。なるほど、そいつはいや。一体いつまでやるつもりなの？朝まで。朝まで？砂は休んじゃくれませんからね。はいよ。
まるで部屋の死骸だ。変だな。はしごがないな。
奥さん、ちょっと起きてくれませんか。悪いけど、はしごを出してもらえないかな。はしごはなくなってるんだよ。そろそろ出かけたいんでね。たった3日の休暇をそう時間潰しもしてられないし。あれは、あれは縄ばしごだったな。縄ばしごだ。下からかけたり外したりはできないんだ。くそ、グルだったな。線だけじゃ分からんな。僕は勤めてる身だからね。時間は大事に使いたいんだ。でももうお分かりなんでしょ。お分かり？分かるわけがないじゃないか。でも本当に女手一つじゃ無理なんですよ、ここの生活は。そんなこと僕に何の関係ある。北風の季節、砂嵐の心配もありますしね。僕を虜にしようってのかい。すみませんです。冗談じゃないぞ。僕は不老者なんかじゃないんだからね。歴史とした勤め人なんだ。住民登録だってちゃんとしてある。今に捜索願いが出されたらとんでもないことになっちまうぞ。不法監禁は立派な犯罪だからね。書きが間に合わないとうちが渦まってしまいますから。勝手に盗まれた人、僕を巻き添えにすることはない。ここが渦まれば次は裏のうちが難儀しなければならないんです。だから勝手に渦まればいいって言ってるんだよ。あんた何だよ。何もこんなに無理をしてまでなぜこんなところにしがみついてなきゃならないんだ。正気を疑わねえ。まったく。いいですか。あんたが村の連中に義理立てする必要なんかこれっぽっちもありゃしないんだよ。そんな美談なんかには点で同情できないね。もし村の連中が本気で砂を怖がってるんだったら、砂防林でも何でもこさえて科学的に対策を。費用計算してみたらこのやり方の方がずっと安上がりなんですって。さあそんなことはどうでもいいからすぐに責任者を呼ぶんだよ。どんなにバカげたとかよく言って聞かせてる。何をグズグズしてるんだ。外の連中に連絡をつけるくらいの方法はあるんだろう。石油管を叩くとか何とかしてさ。なぜ黙ってる。
自然に逆らって緩やかなものを急にしよってんじゃないんだからな。お客さん、起きてますか？気分どんなです？よせ、痛いじゃないか。痛みますか？痛いさ。揉みましょうか？冗談じゃないよ。骨が折れてるかもしれないんだぞ。そんな親切心があるんだったら医者ぐらい呼んでくれたらどうなんだ。下着はまだ乾いてないの？下着は着ない方がいいですよ、寝てる時は。どうして？砂かぶれしますからね。砂かぶれ？砂は湿気を呼びますから。
たたたあいたあいたたあいたあいたあおお声を出すな、おとなしくしてるんだ。しばらく我慢してもらおう。騙し合いはお互い様だからな。自分で撒いた種だ。人間は犬じゃない。犬に鎖をつなぐようなわけにはいかないさ。まだ負けたわけじゃない。勝負はこれからさ。だって困るのは向こうなんだからな。何もびくつくことなんかありゃしない。何たって敵の急所を抑えてるのはこっちなんだからな。落ち着いて考えてみりゃいい体験さ。そうだ、帰ったら一つ体験談でも書いてみてやるかな。
中じゃないか。ほら、どうだい、前祝いに一杯やってくれたってさ、案外気が利いてるじゃないか。クーデターか。誰もじっとしちゃいられないんだな。タバコつけてやろうか。いいえ、タバコは喉が渇きますから。じゃあ水やろうか。まだいいです。遠慮はいらないよ。別に個人的な恨みでそんな目に遭わせてるんじゃないんだからね。痛むかい。大事にしないと。一週一度だけの配給ですからね。配給？はい、男手のあるところにだけブラック界の日を持ちで。ちょっと念のために聞いておきたいな。これまで他にも僕のような目にあった人間はいるの？何しろ人手が不足してますからね。どんな奴が捕まったの？そうね、確か去年の秋口だったか、絵はがき屋さんが。絵はがき屋？なんでも観光用の絵はがきを作る会社のセールスマンとかで。他には？今年に入ってからはなんだか調査に回っていた学生さんが。3軒置いた隣に今もいるそうですよ。やっぱり縄ばしも外したままなんだな。若い人たちはなかなか居ついてくれませんからね。どうしたって町の方が給金はいいし、映画館や食堂だって年中店は開けてるでしょ。バカバカしい。どうした、痛むのか。すみませんけど、右の耳の後ろ書いてもらえませんか。水をください。水をくださいな。お願いします。もうこれしかないんだがね。配給はいつなんだい。おい、もういいだろう。いかにしろ。静かにしろ。自業自得じゃないか。やるか。ただし断っとくがね、別に同情したりしてるわけじゃない。ただこれ以上あんたの情けない顔を見るのはまっぴらだからさ。その代わり一つ条件がある。
いいかね、許可なしには絶対にスコップを握らないこと。どうだい、約束できるかね。はい、約束します。約束なんかいくらだってします。僕が苦しくなればあんたも苦しくなるんだ。あんたもよく自分の立場を考えてみるんだな。どこ行くんだな。なんとかならないのかね。もう二晩砂かきをしませんでしたからね。水だよ、水のこと聞いてるんだよ。自分だって辛いだろ。せっかくほどいてやったんだし、少しは協力してくれたらどうなんだ。だから私たちが仕事にかかりさえすれば。冗談言うなよ。こんな無茶な取引を強制する国が誰やろ。適材適所ってこともあるわけだろう。僕は学校の教師だ。多少の学問は積んでる。僕を利用するにしてももっとマシな利用の仕方が考えられそうなんじゃないか。例えばその砂の魅力を利用するという手も考えられるわけだろう。現に僕だって砂の魅力に惹かれてこんなところまでやってきたわけだからな。いや、本当だよ。捕まったっていう例の絵描き屋の話にも一理あると思うな。うまく宣伝して新しい観光地として発展させておけばいい。砂の被害を逆に利用してやればいいんだよ。でも観光地にはやっぱり温泉が出ないとダメでしょ。いや、
もちろんほんの例え話だ。その他砂の性質に合った特殊な作物を作ることもできるわけだし。ええ、青年会あたりじゃいろいろやってるんですって。落花生だとかチューリップだとか。特にチューリップなんかこんな大きな球根ができて東京の品評会にも出品したんですって。お客さんだってきっと見たら。そうだ、こんなことは訓練すれば猿にだってできることじゃないか。猿にですか。ですよ。息に火がつきそうだ。無駄なことだ。砂ってやつはその気になれば町や国だってペロッと飲み込んでしまえるんだからな。知ってるかい、ローマのサプラータという町もオマール・ハイヤムに出てくるなんとかいう町もこの8分の1ミリの粒々にかかっちゃ赤子の手をひねるようなもんだったんだ。ここにありそうだよ。無駄なこと。何するんだい。ダメだよ。払ってあげようか、砂。でもどうか
会の女の人ってみんな綺麗なんでしょ。くだらん。貸しなさい。
畜生。血が腐っちまうぞ。仕事にかかりさえすれば。よし、負けた負けた、負けてやる、負けてやるぞ。お客さん、どうしたんだよ。水、水だよ。
お客さん、左手はもっと下の方に行って、右手だけを使うようにした方が疲れも少ないから。寝不足なんだ。いいんですよ、休んでも。まだ慣れない仕事だから。筋肉の中にセメントを詰め込まれた。きっとこんな感じがするんだろうな。慣れないうちはどうしても疲れるから。さあね、いつになったら慣れることやら。慣れますよ。しかしわからん、こんなことをしていて虚しいとは思わないのかな。生きるために砂かきをしてるんだか、砂かきをするために生きてるんだか。そりゃ東京みたいに面白いことはないかもしれないけど。東京のことなんか言ってるんじゃないよ。そんなことじゃない。こんな風に閉じ込められっぱなしでよく我慢してられるな。本当に。だって私の家なんだから。だったら余計にもっと権利を主張すべきじゃないのかね。まあ僕の場合はいずれ助けがやってくるまでの辛抱分。助け。だって当然じゃないか。1週間以上も無断欠勤が続けば誰かが僕の部屋を覗きに来るだろう。そうすりゃページを開けたままの読み差しの本だとか、小銭を入れたままの背広のポケットだとか、嫌でも僕の思想に不信を抱かざるを得ないわけだから。しかし君の場合は黙ってれば一生の問題なんだぞ。だってここには骨も埋まってるんだし。骨？ええ、死んだ父ちゃんのも娘のもね。じゃあそれを、それを掘り出せばここを離れてもいいんだろう。すぐにでも手伝うよ。君ならどう言えば連中に縄ばしごをかけさせられるか要領も分かってるだろうし。思って言ったって別にすることがあるじゃなし。いや、歩けばいいさ。歩く？そうさ、自由に歩き回れるってことは大したことなんだからな。用もないのに歩き回ったりして余計にくたびれちゃうでしょ。ふざけるのはよせ。犬だって鎖につながれっぱなしで気が狂っちまうんだ。おまけに人間なんだろう。だって砂がなかったら誰も私のことなんか構っちゃくれないんだから。そうでしょ、お客さんだって。ほら、これだよ。まあ、ふざけて。こいつがそもそものお目当てだったのさ、僕の旅行のね。姫半妙っていう例の虫だよ。ハサミない？ハサミ？ちょっと借りたいな。ヒゲを摘みたいんだよ。
かあったはずだと思うけど。切れるかしら、こんなんで。相当に錆びっちょるけどない、これは。どうしても砂がつくから。ダメだね、こら。ダメですか。お話にならないよ。ああ、今度の配給の時、カミソリ頼んでましょうかね。あ、ほら、髭に砂が詰まってガバガバになっちゃう。本当に砂にかかっちゃ何もかも台無しだから。用水の湯は貸すの手伝おうか。いいですよ、今日はくたびれちゃった。奥は一浴びしたいところだな。ダメよ、病人のくせに。汗で体がベトベトなんだ。寝汗をかいたのかな。気持ち悪くて寝られやしない。じゃあ沸かしてもいいけど。沸かそう、手伝うからさ。いいですよ、私がするから。何を考えてるの？いや、別に。あ、写真撮ってあげよう。そこへ立って。いやだ、そんな。い
いいじゃないか。笑って、ほら。はい。帰りたいんでしょ。なぜ。ラジオでもあれば気が紛れるんだろうけど。ラジオ。いろいろと世間のこともわかるし。くだらん。でも東京のことだってよくわかるし。そういうことがくだらんと思ったからこそ昆虫採集なんか始めたりしたんじゃないか。なんだかわけのわからん人生なんかよりは昆虫図鑑にでも名前が載っかるのがよっぽど確かだからな。でも気が紛れますからね、ラジオがあれば。分かったよ。それより焼酎の残りを一杯やらないかい。病人のくせして。よく眠られるよ。そんなもの飲まなくたってもう眠くて眠くて。まあそう言わずにさ。私は本当にダメだったら。いいんだよ、今日はそんな気分なんだから。もう会えたかしら。まあまあそう言わずにさ。呆れた人ね。そう、キュッと開けちゃって。やっぱりせいせいするな。ひどいったらあれしな。人がクタクタになってるっていうのに。
すみません、このロープで引っ張ってください。まさかあんた根っこを引き抜くようなわけにはいかんよなあ、今掘り出してやっかんな。その板きれいに捕まってな。しょっ、しかし間に合ってよかったな。この辺はあんた塩あんこって言ってな、何も寄りつかん物騒なとこだよ。しゃっ、おい、もう何人紛れ込んだっけな。ハイキングか何かに来た不安ないなもんがおるかんの掘り返してみたら案外金目のもんが出てくるかもわからんぞ写真機の 2,3 台くらいは間違いなく出てくるわ。
みなさい。お茶入れましょうか。何時頃？さあ、8時半ぐらいかしら。失敗したよ。はい。まったくあっさり失敗したもんだな。奥さんいるんですか？東京に。あんたとは関係ないよ。はい。しかし残念だったな。うまく成功したらラジオでも買って送ってやろうと思ってたのに。欲しいんだろう。いえ、いいんですよ、そんな。なんか内職すればここでも買えるから。失敗したよ。体拭きましょうか。チリに不安ないだったからな。しかしいずれ探しにやってくるさ。僕の後ろには友達もいれば組合もあるし、教育委員会や PTA だって控えてるんだからな。このまま見殺しになんかするもんか。さあ払いましょう。希望だよ。希望？カラスの罠さ。ここにこうやって餌をくっつけるんだ。カラスのやつが食わえた途端にズルズルっと砂ごと吸い込まれるってわけさ。でもカラスは利口だからね。腹をすかせりゃバカになるさ。でもどうして希望だなんて。希望さ。捕まえたカラスの足に手紙をつけてやるんだよ。助けてくれってな。本当に来ないね。もうつけみつきになるってね。何が？助ける人。逃げ出したと思ってるのかもしれないね。逃げる？勤めが嫌になって。まさか。貯金通帳だって置きっぱなしになってるんだ。おまけに机の上には読み差しの本が開きっぱなしになってるし、誰にだってわかるさ。部屋中が助けてくれってわめき立ってるよ。何があるんだろう。何があって。東京には。だから行ってみればいいって言ってるじゃないか。もう我慢ならん。おい、配給だよ。ちょっと待ってくれ、待ってくれよ。
ほんのちょっとでいいから外へ出してくれないかな。一日に一度、30分でもいい。海が見たいんだ、頼むよ。約束する。絶対に逃げたりなんかしない。20分でも10分でもいい。もう美月もおとなしくしてんだからさ、頼むよ。着替えになっちまうんだ。後でブラグインと相談して返事すっから。お願いします。もちろん見張り付きでいいんだから。嫌に精を出すんだな。あと20玉で1000円だから。今に取り返しのつかないことになっちまうんだぞ。仲間が聞いて呆れるよ。僕には分かってるんだ。誰だって自分のことしか考えちゃいないんだからな。散々利用されていい気になって尻尾振って、気がついた時には誰もいなくなっちまってるんだ。我々だけが取り残されて。そんなはずありませんよ。ここには砂があるんだから。砂、そんなものは何の役に立つ。かえって苦労の種になるばっかりじゃないか。売れますよ。誰に？町の工事場なんかに。冗談じゃないよ。こんな塩気の多い砂を使ったりしちゃ規則違反だよ。だから内緒で運賃なんかも半値ぐらいにして。いくら安くしたって後でダムやビルがボロボロになったんじゃ元も子もないじゃないか。構えしないよ、他人のことなんか。そりゃ他人のことなんて、そりゃそうさ。
しかしそのインチキ商売で結構誰かが仕事が儲けてるんだろう。何もそんな連中の肩を持たなくったって。組合ですよ、理解してるのは。私たちなんかこれで随分よくしてもらってるんだから。私がするから奮いで。まるで水の中に普通の家を建てようとするようなもんじゃないか。せっかく船っていう便利なものがあるのに融通が利かないんだな。どうしても家でなければ気が済まないんだ。あんただってうちに帰りたがってるじゃないですか。いや、それは。嘘でもいいんだよ。多分明日何か違ったことが起こるかもしれないという希望があれば。私は怖くってさ、毎朝寝るとき起きてみたらまた一人っきりになってるんじゃないかと思う。本当にもうそれが怖くて。さあ、これに入れなさい。早すぎるじゃないか。あんた海が見てんだってな。ああ、頼み聞いてもらえますか。まあ、できねえ相談じゃねえがな。お願いしますよ。もう散々お気を寄せられたんだからいいでしょ。一日一時間ぐらいなら。じゃあ、あれをやってみせてくんねえかい。あんたたち二人してよ、表でな、みんなが見てるところでよ。あれ？うん、あれよな。ほれ、母ちゃんとやるあのあれよ。ほら、これだよ。
しようか。バカバカしい。しかし一応チャンスだからな。会ってきゃいいんだよ。大げさに考えなくても。何色気違いじゃありまいし。
どういうわけだろう。妙だな。ここ3週間以上雨は一滴も降ってないのに。毛細管現象なんだな。そうなんだ。うまくやるともう水の心配はなくなるかもしれないぞ。表面の蒸発が地下の水分を吸い上げるポンプの作用をしているために違いない。この砂全体がポンプなんだ。まるで吸い上げポンプの上に座っているようなものだ。研究次第ではもっと高能率の貯水装置だってできないとは限らない。息もできやしない。もうじき12月だから。
ちまった。寒くなって餌が少なくなりゃ、それだけカラスもかかりやすくなると思うんだよ。本当に男の人ってのは。たまには罠をかける側の身にもなってみたいのさ。ラジオが届いてくれると天気予報なんかも聞けるのに。そいつが湧くまでの間にちょっと行けてくれよ。痛がってるんだ。いいか、痛い、吐き気がすんな。か、こりゃなんだな、子宮外妊娠ってやつかもしれんな。どうしてそんなことがわかる。こいつは以前獣医とかで定点通知をしとったでな。何でもいいから早く医者呼んでくれよ。まず間に合うまいな。近頃の医者がな。おそこにお父さんに回すように手配してくれや。
どうする？布団ごとくるむで。やろう。ラジオだよ。ラジオだとさ、間が悪かったな。開けてみるかよ。持っていくかい。布団の中へ押し込んどけや。板どこにあるかな。うん、あっちの裏の棚外してもいいよ。その下、そこに。ちょっと、あの、何か言ったかな。いや、またそのうち。Thank you.
別に慌てて逃げ出したりする必要はないのだ。私の往復切符には行く先も戻る場所も本人の自由に書き込める余白になって空いている。おまけに私の心は貯水装置のことを誰かに話したいという欲望ではち切れそうになっている。話すとなればここの部落の者以上の聞き手はまずありえまい。今日でなければ多分明日、私は誰かに打ち明けてしまっていることだろう。逃げる手立てはまたその翌日にでも考えればいいことである。